どうも肉まんです。今回コストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。視聴者様からの情報で25周年のコストコのエコバッグが販売されるそうです。もう販売されてる店舗さんもあり、購入された方もいるみたいなんですが、まだこちらでは販売されてなかったです。4月1日から販売スタートみたいですね。このエコバッグも限定商品で人気が出そうです。青系の色、私好みなので購入できたら嬉しいです。まずは気になった商品からご紹介します。折りたたみワゴン XL、 お値段が 11,480円でした。XL ということで、すごく大きなサイズ感です。これから暖かくなってくれば、キャンプなんかにも良さそうです。あとはフルーツオブザルーム、ストライプバッグ、お値段が2998円でした。4色の色が販売されてて、ビニールっぽかったです。これもプールだったり海なんかに良さそうです。あとはティファールマルチポット 2.6 リットル、お値段が2498円でした。蓋付きでこの価格はお安いと思います。形状に注ぎ口のようなところがあるので、スープなんか作った時お皿に移しやすそうです。これは使い勝手良さそう。あとはグラスロック耐熱ガラス保存容器、お値段が2998円でした。耐熱ガラスで、上はシリコンっぽい蓋でした。ガラスの保存容器は匂い移りがないので好きです。あとはムーミンレンジストッカーボール4個セット、お値段が1898円でした。ムーミン柄初めて見かけます。ムーミン好きさんには良さそう。あとはアイステップ折りたたみ踏み台2個入り、お値段が2680円でした。耐荷重は 136kg、 かなりの重さに耐えられそうです。見た目はすごくコンパクトだったので収納しやすそうです。あとはクラックルガラスボールライト5ルーメン3個入り、お値段が2998円でした。直径15センチのガラスボールで、すごく見た目が良かったです。ソーラー &USB チャージングって書かれてたので、充電でも太陽光でも使えるみたいです。おしゃれなお家のお庭にありそうな見た目でした。あとはどこでもセンサーライト750ルーメン、お値段が2498円でした。そしてマグネット三脚クリップ固定ができるみたいです。防水機能もあるみたいなので野外でも使えそうです。あとは USB 充電式ワークライト、お値段が4780円でした。最大1200ルーメン、片面8個、すごく大きなライトで、交通誘導さんとか車が壊れた時に照らすようなライトで使えそうです。いざという時に便利そう。あとはスケッチャーズネック&ランバーサポートクッション2個入り、お値段が4480円でした。スケッチャー独自の製法で首と腰をサポート、ジッパー付きのカバーが付いてるみたいなので、カバーは取り外して洗えるそうです。あとはポロショコラ4本入り、お値段が1198円でした。このポロショコラってカルディだったり業務スーパーでも販売されてる商品だと思います。若干お安いのかなと思います。私も以前食べたことがあるんですが、本当にしっとり濃厚チョコケーキでとっても美味しかったです。あとはデザイン入りペーパープレート26センチ80枚入り、お値段が1768円。プラスチックプレート2サイズ各25枚50枚入り、お値段が1777円でした。こういうペーパープレートってバーベキューだったりお家で焼肉パーティーなんかするときによく使ってますが、100均で購入してます。今100均で買うペーパープレートの方がデザインがおしゃれで好きです。コストコでバーベキューのプレートと言ったらこのカラフルなプラスチックプレートですね。カップホルダー付き、この商品も夏場すごく人気商品です。あとはコールドジェルボール 4D プレミアムブロッサム90個2個入り、お値段が4198円でした。以前の90個入りが2つ入ってるんですかね。1個あたりは23円です。金額がちょっとお高くなっちゃいましたが、1回あたりのお値段はさほど変わらなそうです。家族が愛用してるので割引が入ったら買いたいなと思ってます。
あとは1週間匂わない消臭シート30枚入り、お値段が1398円、匂わない消臭サンド6リットル、お値段が888円でした。ちょうど私が今愛用してる商品です。この匂わない消臭サンドはすごくコスパがいいので最近リピートしてます。 Amazon で購入してるんですが、Amazon の方が若干安い気がします。セールの時に狙いたい商品です。あとは先週新商品情報で来てたカークランドの性猫用ウェットキャットフードが販売されてました。お値段は45トレー入ってて5298円。鶏、ターキー、サーモン、この3種類が入っててすごく原料にこだわられてるのでお安いんでしょうけど、ちょっと私にはお高く購入できなかったです。ぜひ猫ちゃん飼ってる方はチェックしてみてください。あとは虫除け消臭芳香剤、お値段が1388円でした。レモン、ハッカ、クリームスクの香りが入ってます。ドラッグストアなんかには販売されてるんですかね。これからの季節虫除けに良さそうです。あとは綾鷹濃い緑茶、美味しい香り和紅茶、お値段がどちらも1898円でした。綾鷹の方は機能性表示食品ということで内臓脂肪と皮下脂肪を減らすということが書かれてました。それでいて1本あたりは79円、買いやすいお値段かなと思います。あとはサンペレグリの 750ml 12本入り、お値段が2358円でした。1本あたり197円はお高いかなと思ったんですが、中は瓶だったのでお安く感じました。あとはサボテン7号鉢ブランチ仕立て、お値段が5580円でした。こんなに大きなサボテン私は初めて見た気がします。この他にも観葉植物だったりがすごく陳列されてたので、ぜひ観葉植物系好きな方は行ってみてください。あとはシーブリーズ接触冷感ボディピロー、お値段が2998円でした。色は2種類販売されてました。大きさは 50×120cm、 抱き枕としても良さそうです。触ってみると確かにひんやりしてて気持ち良さそうでした。夏に良さそう。冷感シート系増えてきましたね。あとは九州の味ラーメンうまかっちゃん5パック6袋入り、お値段が2280円でした。私は聞いたことない名前なんですが、九州では定番な味なんですかね。あとはハリボーハッピーグレープ 1350g 入り、お値段が1880円でした。今回はグレープ味みたいです。ハリボー好きさんはぜひチェックしてみてください。そして今回フードコートでラズベリーヨーグルトソフトクリームが販売されてたので食べてきました。お値段は300円です。最初遠目から見た時ストロベリーかなと思ったんですが、ラズベリーのピンク色の可愛らしいソフトクリームで、食べてみるとラズベリーの酸味というよりかはヨーグルトの酸味が強く、そこにラズベリーの爽やかな酸味も加わり、後味がすごくさっぱりで食べられました。ソフトクリームも結構甘ったるく終わる商品が多いんですが、すごくさっぱりで食べやすかったです。今回買ってきた合計点数20点、合計金額24,044円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにメンズジャケット、お値段が通常1998円のところ割引してて1598円でした。服コーナー久しぶりに見に行ったら、これからの季節に良さげなものが販売されてました。割引だったのでお父さん用に購入です。続いて象印ステンレスボトル 480ml シームレス栓、お値段が2598円でした。こちらの商品は家族に頼まれたものです。持ち運びやすいサイズ感、そしてこぼれない水筒というのがすごく気に入ってました。いつもおなじみの野菜類はこんな感じで購入してきました。特に長芋アスパラガスがお得に購入できました。続いて金谷ホテルベーカリークラシックマーガリン 1kg 入り、お値段が688円でした。マーガリンと言ったら私はオリーブのヌテレックスをよく愛用してたんですけど、この商品が出てからこっちばっかり購入しちゃってます。続いて明治北海道無塩バター、
200g2 箱入り、お値段が848円でした。1個あたり424円です。バターはやっぱりコストコさんでもお高くなってます。もっと以前はお安かった気がします。続いて光味噌、産地の味噌汁めぐり、60食入り、お値段が1398円でした。1食あたり23円です。味噌汁といったら私はこの商品、味噌の味がしっかり濃くて私好みです。そしていろいろな産地の味噌も楽しめるっていうのがいいポイントです。よく購入しているリピート商品です。続いて大盛り屋カリカリ赤しそ梅、 400g 入り、お値段が1098円でした。こちらの商品、家族に頼まれたものです。よく家族はこのカリカリ梅購入してます。続いて黒と黒と黒のハンバーグ、2種各2袋入り、お値段が1398円のところ割引してて1098円でした。1袋あたり275円です。こちらの商品、ハンバーグ系の商品の中で私はトップに来る美味しさです。ハンバーグがちょっと小さめなのでビッグバージョンが出てほしい。続いてオイコスバナナ味、 113g 12カップ入り、お値段が1248円でした。1個あたり104円です。オイコスの新しい味ゲットできました。新しい味が販売されるといつもすぐ完売してしまいます。前回のレモン味も美味しかったので期待大です。続いてハイローラー、 100g あたり140円、 1227g 入ってて1718円でした。こちらの商品、家族が購入したリピート商品です。デリカ商品で一番気に入ってる商品みたいですね。確かに定番商品だけあって美味しいです。家族はリピート率高めです。続いてわらく堂赤レンガショコラ、 224g2 箱入り、お値段が1998円でした。1箱あたり999円です。冷蔵コーナーに販売されてたショコラ、有名なメーカーさんの商品ですかね。見た目からとっても美味しそうです。続いて本田ショコラ 100g10 個入り、お値段が1498円でした。1個あたり150円です。冷凍コーナーでひときわ目立って販売されてました。多分オーブンで焼くだけで簡単に食べられると思います。食べるの楽しみ。続いてビビゴユッケジャン 600g2 袋入り、お値段が1898円でした。1袋あたり949円です。ビビゴさんからの新商品、今回はユッケジャンです。韓国製の商品かなと思ったんですが日本製造です。続いて台湾産ドリアン大福 900g 入り、お値段が1498円でした。ドリアンの味って食べたことがなく未知のお菓子です。食べやすい味だったら嬉しい。続いてピエトロガーリックオイル 275g3 本入り、お値段が1128円でした。1本あたり376円です。使い切りやすいサイズ感のガーリックオイルが販売されてたので購入してきました。調味料コーナーに陳列されてて、私ガーリック好きなので即カートインしちゃいました。パスタだったりパンと一緒に焼いて食べるのも美味しそうだなと思ってます。続いてカラーバオ8個入り、お値段が1298円でした。1個あたり162円です。見た目からすごくインパクトのあるパン、なかなか日本ではないカラーバリエーション、ちょっとテンション上がっちゃいました。続いて富士山四季の水2リットル6本入り、お値段が388円でした。1本あたり65円です。こちらの商品、たまに購入するリピート商品です。お値段300円台で購入できるのは本当にお安く助かってます。こんな感じで今回買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今週もいろいろな新商品販売されてました。特にインパクトがあったのはカラーバオ、すごく見た目が良かったです。個人的にはもっとああいうカラフルなデリカ商品系増えてくれたら嬉しいなと思ってます。
海外チックな気分が味わえそうです。4月1日販売予定のエコバッグ、ちょうど見かけた方はぜひチェックしてみてください。前回のクマさんバッグのようにすぐ売り切れちゃう商品かなと思うんですが、私も購入しに行きたいなと思ってます。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画もお楽しみに。